こんにちは、わざかつです。今日は蓮根智子さんによる水彩画の制作と作品の紹介です。蓮根智子と申します。主に水彩で動物や植物、想像上の動物などを描いて作家活動をしております。水彩タッチなどのイラストのご依頼がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。では実際に描いていきたいと思います。今描いてるのはお水をテーマにした絵なんですけども、あのヨガインストラクターさんの知り合いに頼んでモデルをお願いして描かせていただいています。お水がテーマなので、あのジュゴンを描きました。最初に線画を描いてから私は彩色をするという形をとってます。絵を見てくださる方には繊細でとても綺麗でいていただけています。気をつけてることは、なるだけ色が濁らないように色の混ぜ具合とかを調整しながら描いてます。描くときに想像上の動物とかは、あの神社とか日本神話などを元に描くときもあります。そういうものを見てインスピレーションを受けたりしてます。結構神話とかが好きで、あの日本神話からあのインド神話とかエジプトのこととかの共通を見つけたりして、あ、いろんな神様のことを知ったりできるのがすごい面白いです。昔から竜が好き で竜をテーマに描くことが結構多いですね。結構日本の神様って竜神とかとつながってたりするので、あの神社とかに行った時にあの彫刻とかで竜とかを見ると、すごいなって思って見てます。そういうものをちょっと描くいけたらいいなと思ってます。細かい作業が得意で、あのハンドメイドでアクセサリーなども作って販売したり、イベントなどにも参加してます。動物の絵なども得意なので、あのこういう絵を描いてほしいなどご相談ありましたら、ぜひよろしくお願いします。Thank you.
はわざびとを紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。チャンネル登録お願いします。にゃはっ。